はいどうもこんにちは、ハルバド共和国です。今回はポケモンパンのデコキャラシールをね、開けていきたいと思います。現在ね、25周年のものが出てるかなというふうに思うんですけれども、これは、1つ前か2つ前のやつですね。はい、ちょくちょくね、買って食べてという感じでこれだけね、集まったんですけれども、25周年のやつはね、今絶賛パンをね、食べてる途中ということで、次回以降ね、紹介していきたいと思うんですけれども、今回はね、その前のやつ開けていきたいと思います。ポケモンパンはミュウツーの時ですね、3年ぐらい前に動画にしてるかなと思うんですけれども、それ以来ですかね。はい、ではまず1枚目ですね。はい、クルトン当たりました。ちょっとね、どんなねラインナップかもね、ちょっと把握してないんですけれども、ピカチュウとかね当たったら嬉しいかなというふうに思いますかね。はい、2つ目はこちら、おお、サンダースですね。ウィズ結構今人気ですよね。当時というかね、子供の頃結構ね、サンダースとかブースターとかそんなに人気がなかったような気がするんですけれども、はい、今はね結構人気みたいですね。続いて3つ目ですね。はい、3つ目はこちら、ハイアロー出ました。かっこいいですね。はい、今回ね、御三家も出ると思うんですけれども、御三家であればホゲータが欲しいかなというふうにも思いますね。はい、では次はこちら、お、これは嬉しい、ミライドンですね。これは当たりじゃないですかね。これは嬉しいです。当たりが出ました。ミライドンがね出たということで、コライドンもねぜひ欲しいところですね。続いてはこちら、おお、ピカチュウ、ピカチュウは毎回入ってますよね、確かね。はい、これは嬉しいですね。次はこちら、お、ピカチュウが出ました。これ同じ段なんですかね、もしかしたら違う段かもしれないですね。はい、ピカチュウが寝てるような、ね、こちらも可愛いですね。さあ続いては、お、ピカチュウ、ちょっと被っちゃいましたね。はい、ピカチュウはね、何枚やってもいいかなという感じもします。正直ね、今多分若干切りかけちゃったと思うんですけどね。切ったのがダブリで良かったなと思います。結構ね、切っちゃうのはあるあるなんで、端にね寄せて。はい、次はこちら、おお、パピモッチ、可愛いですね。次はコライドン、来い、あー、クワッスですね。御三家はクワッスが出ました。残るは、3つということでね、シングルのやつはラストですね。はい、ホゲータもね出てきてもらえると嬉しいかなと思いますけど。はい、続いてこちらです。あー、ニャオハですね。御三家はニャオハ、ホゲータが出ないでね、クワッスとニャオハが出ましたね。はい、さあ残るはこちらのね、クロワッサンですかね。2つ開けていきたいと思います。コライドンとホゲータが欲しいかなと。ではいきます。こちら、おお、グレイシア、ブイズが出ましたね。可愛いですね。はい、さあいよいよラスト1枚になりました。いやー、コライドンが欲しいなと思いますね。さあ出るか。あ、でもイーブイですね。最後イーブイでした。可愛いですね。なんと最後だと思ったらもう一つありました。こちらがね、本当のラストです。さあまだ一つありましたので、コライドンが出てきてほしいですけども、さあラストはどうか。はい、あ、ホゲータ出ました。
御三家揃いましたね。はい、まあ、コライドはね出なかったですけど嬉しいですね。はい、ということで計13枚ね開封しまして、まずはね御三家のホゲータ、ニャオハ、そしてクワッス、はい、このあたりね全部揃いました。そしてブイズがイーブイ、サンダース、グレイシアでしたね。はい、であとはパピモッチ、グルトン、ファイアロー、そしてピカチュウですね。かぶりがねなんとピカチュウだけだったっていうのもねかなり良かったんじゃないかなと思います。はい、で最後はねミライドンということで、はい、これは嬉しいですね。はい、ということでね今回は以上になります。25周年のシールも、後々動画にしていきたいと思いますのでね、そちらもご覧いただければと思います。ということで今回は以上になります。チャンネル登録や高評価とよろしくお願いします。ではまた。ここからはおまけなんですけれども、ポケモンスナックの、ポケモンシールですね、こちらも、開封していきたいと思います。ものはですね結構古くてですね、賞味期限見てもらえるとわかると思うんですけれども、なかなかね古いものになります。まあ開ける機会をねちょっと、失っていましたんで、この機会にね開けていきたいと思います。中のお菓子はねすでに、食べておりまして、こちらねシールが入ってるという感じですね。こちらのラインナップはこんな感じですね。はい、個人的にはガブリアスとかダークライ、アルセウスなんかね出ると熱いなというふうに思いますけれどもね。はい、でこの両側のねこちらはまた別のシリーズということで、ラインナップはこんな感じ。こちらはね V 図中心という感じですけれども、で個人的なね狙いはこちらのギラティナですかね。はい、では開けていきたいと思います。シールこちらです。1枚目、あ、カイリキですね。ラインナップいましたっけ、カイリキは。あ、なるほど、これ以外も含めて40種なんですね。でシールはねこのポケモンの周りに線が入っていて、このポケモンがねシールになってるって感じですね。まあ、もちろんね周りもシールの素材ではあるんですけれども、はい、裏はこんな感じ。はい、ということでねカイリキが当たりました。まあでも40種類となるとコンプは難しいですよね。大量に買わないとなかなかコンプはできなそうですけれども。それでは2枚目いきます。2枚目はこちら。お、狙いのギラティナが当たりました。アナザーフォルムですね。ということはギラティナはフォーム別に何枚かあるんですかね。いやー、狙いのギラティナが当たって嬉しいです。裏はこんな感じですね。ということでね2枚目はギラティナでした。ということでねラストの3枚目なんですけれども、まあ、これ以外にもねラインナップあるんで、まあ、この中だとどうですかね。やっぱこの2つかな。まだレントーラーなんかもね個人的に好きなので、そのあたりあってもいいですかね。まあ、40種類あるんでね、まあ、何が当たるかちょっとね予想が難しいんですけれども。ということでね最後の3枚目はこちら。おお、これは何とも言えないですけども、はい、ホイルですね。はい、こんな感じ。ということでねこちらの3枚が当たりました。まあ、やはり何といってもねギラティナが当たったのは嬉しいですね。まあ、全部でね40種類ある中で欲しいものがねピンポイントで当たるというのは結構持ってるんじゃないかなと我ながら思いますね。はい、ということでね今回は、ポケモンパのデコキャラシールとこちらねポケモンスナックのポケモンシール開けていきました。ではまた次回。